雨の中本当にありがとうございました。月曜定例会、毎週月曜日、今日は金曜日ですが、毎週月曜日12時から、13時まで1時間大田市の日本製鋼所で講義をしています。日本製鋼所皆さんご存じだと思いますが、世界の原子炉の製造メーカー8割のシェアを誇る、原子炉メーカーです。日本製鋼所室蘭製作所が止まれば世界の原発が止まると言われています。世界の原発止めてみせようじゃありませんか。1時間講義をしています。よろしくお願いします。その後、東電アクションさんと一緒に、東京電力に対しても講義をしています。それが、5時から17時から18時まで1時間、月曜日夕方、5時から6時まで、東京電力前で、その大崎も東京電力もとても抗議する人が少ないです。ぜひとも多くの人に、一人でも多くの人に集まってきていただいて抗議をしたいと思います。そして、もう去年の7月からやっています。関西電力東京支社前自治体会長、夜の19時半、7時半から、21時まで、お隣の中部電力、なんだかリニアモーターカーかなんか始めちゃって、止まってる、止めさせられた浜岡原発の再稼働を目論んでいる中部電力にも抗議をしております。それが19時半から21時です。ぜひとも、一人でも多くの方に、毎週月曜日、最日は、その関西電力統計者が入っている国生命ビルさんがシャッターを下ろしてしまいますので、ちょっとシャッターの前で抗議する。2回ぐらいやったんですけど心が折れちゃうんですね。で、最日は、抗議をしないことにしています。で、最日じゃない月曜日は毎回やっております。ぜひともお越しくださいますようによろしくお願いいたします。今日は本当に寒い中雨の中ありがとうございました。